この施設平成28年に、はいはい、できまして、大阪福祉協議会が管理施設を計画しています。お子さんから、高齢者、障害をお持ちの方でも、はい、利用できるような矯正型の、はいはい、施設ということで、はいはい、使っております。サロン事業というのを、はいはい、やってた日だったので、今皆さん何かやってらっしゃる？今ですね、検査のちょうどやっていて。こんにちは。ご覧いただき20何年間社協の皆さんにお世話になって、この年齢でもまだね、させてもらってるんだけど、いつもしてもらいながら協力して楽しくしていただいて、超高齢化の社会に入ってきているということで、医療介護状態になるっていうところをどう防いでいくかっていうところがですね、課題でありまして、ちょっとコロナ禍でそれが自粛傾向にやっぱりなってしまいまして、でそんな中でどんなことできるかなと思って考えたのが金玉だったんです。脳のトレーニングとか認知症予防で今まさに広げていこう。そうですね、はい、4年目ですよね、はい、初心者はいいですか？はい、とかち。